杉江湯は南北朝時代から室町時代の武将、諏王国の守護大名大内氏の重臣、大内義弘に仕え、数々の戦いで活躍した。杉、文語守杉文語入道と称した。子に、杉備中守重明がいる。文語守に任じられ、後に啓発して、文語入道と称した。こうなもので武に優れ、立ちを使用したとされる。 明徳二年に起こった、明徳の乱では、大内義弘に従い、京都二条を海屋で力戦し、将軍、足利義満は内垣を発給して、これを称えた。大英六年、四君、大内義弘が起こした、大英の乱では、義弘に従って、堺に進軍した。将軍義満から使者が派遣され、家中で対応を、協議した際には、主戦論を唱えた。 堺での防衛戦においては、南グルワの守備を担当する。防衛6年12月21日に北グルワが、陥落し吉弘やこの杉び中神が戦死したとの、知らせがもたらされると、北グルワに駆けつけ6人を切る。十連らの勢いに押された、幕府軍200機余りが2丁ほど逃げ戻りこれを、十連は追撃する。そこで十連を捕獲しようとした。 三名人同房と一気打ちになるが十連はこれを切った。十連はさらに敵中で戦うが、十箇所以上の重傷を追い戦死した。ありがとうございます。